こんにちは。今や誰もが手軽に写真を撮り、簡単に SNS にアップする時代ですが、一見きらびやかに見えるその写真の裏には、恐ろしい真実が隠されているのかもしれません。ということで今回は、天才美女ハッカーの衝撃の正体、人体に有害な物質が含まれたチョコレート、中絶をネタにしたプリクラ、重大な病気を引き起こす物体が散布された映像など、意味がわかると戦慄する写真を5つほどご紹介していきたいと思います。では行く。少女とジェットコースター。この写真は、オーストラリアのクイーンズランド州にあるテーマパーク、ワーナーブラザーズムービーワールドにて、アトラクションを楽しんでいる少女の身に起きた壮絶な出来事を捉えたものになります。2019年7月28日、ワーナーブラザーズムービーワールドに訪れたペイジさんは、絶叫アトラクションの DC ライバルズハイパーコースターに乗車し、その様子を撮影していました。ちなみに、ペイジさんが乗車したジェットコースターは、高さ60メートルで、長さ 1.4 キロ、最高速度は時速115キロに達するなど、南半球で最も高く、最長かつ最速のジェットコースターとして知られています。その後、ペイジさんがジェットコースターを楽しんでいると、突然目の前に飛行中のトキが現れたため、ペイジさんはとっさに回避しようとしたものの、間に合わず、トキのくちばしが彼女の右肩に衝突します。その直後、トキの羽が周囲に散り、ペイジさんも手で顔を覆ったことで重大な事故が発生したかと思われたものの、ペイジさんは右肩にあざを負っただけで済み、大惨事には発展しませんでした。そして、この一連の映像をペイジさんの母親がネット上に投稿したところ、すぐに再生回数は20万回を超え、ネットユーザーから大きな注目を集めると、ペイジさんが軽傷で済んだのは極めて幸運だったと指摘されました。その理由として、ペイジさんとトキが衝突した際のコースターの速度は比較的遅かったことが挙げられ、もしコースターが最高速度に達した瞬間に彼女がトキと接触していた場合、取り返しのつかない事態に発展していた可能性が高いと言われています。また、ネット上ではこの写真に対して、自分だったら心臓発作を起こしている、少女が無事でよかった、といった事故の映像に戦慄するコメントや、ペイジさんの体を案じるコメントなどが投稿されました。中絶プリクラ。この写真は男女のカップルが2020年7月13日に撮影し、ネット上に投稿したプリクラなのですが、その内容が想像を絶するとしてネット上で話題になりました。プリクラには女性の腹部を撫でている男性が写っており、今約7週間目、私たちの元に来てくれてありがとう、と授かった命に対して感謝の意を表すコメントが書かれています。その一方でプリクラには15日にさよなら、ごめんね、またおいでと続けて書かれており、二人が中絶の判断を行ったことがわかります。また、二人はネット上にて、この子と過ごせるのはあと二日。形に残るものって考えたら、プリしか思いつかなくて、撮ってきた。と、プリクラを撮影した経緯を投稿した後に、今回は事情が事情で中絶することになったけど、私たちのところへ来てくれて嬉しいよ。ちゃんと産んであげられなくてごめんね。と、中絶した我が子への謝罪文を掲載しています。ですが、このプリクラを見たネットユーザーからは、命を奪う行為を SNS に投稿するのはおかしい。命はかけがえのないもので、またの機会は決して訪れない。といった投稿者への怒りの声が数多く寄せられました。その一方で、ネットユーザーの中には、育てられないのであれば、不幸になる子供を増やすだけなので、二人の判断は間違っていない。若いうちに無理して産むべきではない。といった擁護意見を挙げる者もおり、ネット上では、この写真に対して賛否両論の議論が巻き起こりました。ラジウムチョコレート。この写真の商品は、ドイツ近隣諸国で1931年から1936年に販売されていたチョコレートで、中にラジウムが含まれていたことから、ラジウムチョコレートと称されました。ちなみにラジウムとは1898年にピエール・キュリー、マリー・キュリー夫妻が放射線の測定を行った際に発見した元素で、放射線を放出するといった性質を持っています。さらにラジウムは空気中で酸化し、暗所で青白く光ることから、当時の医療関係者はラジウムを人類に幸せをもたらす魔法の薬、夢の新薬だと信じ、民衆に宣伝しました。そして薬剤師たちがラジウムを薬として薬局で販売すると、医師たちもラジウム注射などの放射性物質を用いた治療法を次々に開発します。その後、人々はラジウムを含んだ商品を作るようになり、その中でもラジウムチョコレートは若返り効果があると謳われて販売されました。
その他にもチェコ共和国では多量のラジウムを混入したラジウムパンが販売されたり、水溶性ラジウムをココアバターでコーティングしたラジウム座薬が勢力増強に効果があるとして男性に愛用されたりと、様々なラジウム入り商品が市場に出回ります。さらにコロンビア大学の薬学部長がラジウムを肥料にすれば味のいい穀物を大量に作れると自身の見解を述べ、当時の医学雑誌にはラジウムは全く毒性を持たない、天体が太陽光と調和するようにラジウムは人体組織によく調和すると掲載されており、誰もがラジウムの危険性を認識していませんでした。ですが、ラジウムを含んだ商品を摂取した人々が次々に健康被害を訴えたため、ラジウムの危険性が認識され、これらのラジウム入り商品は廃棄されることになります。その一方で、ラジウム入り商品を処理するための費用が高額だったことから、その多くが不法投棄されるなど大きな社会問題が引き起こされたため、この写真はラジウムがもたらす利益に目がくらみ、安全への配慮を怠った人々が生み出した負の遺産として知られています。美女の正体。この写真の女性はリンクラッカーと名乗る中国人ハッカーで、2009年5月上旬にとあるネット記者が彼女を取り上げた記事をネットに掲載すると大きな反響を呼び、中国で最も美しいハッカーと題したニュース記事が様々なサイト上で出回りました。記者によると、リンクラッカーは上海の女子大学生で、中国で最も普及しているコミュニケーションツールテンセント QQ のパスワードの暗号化アルゴリズムの分析や、マイクロソフトオフィスのパスワードの解析など、さまざまなハッキング技術を他人に教え、その報酬として金銭を受け取り生計を立てているそうです。またリンクラッカーは珍しい家庭の出身であるものの、ハッキング技術を独学で習得し、その技術を活かすことで毎月20万円ほどの収入を上げていると報じられました。その後、中国のネットではリンクラッカーの生い立ちや技術力、風貌に惹かれた人々が彼女のファンとなり、高い人気を博した一方で、リンクラッカーの名前を語って詐欺行為に及ぶ者が現れるなど、大きな社会現象を巻き起こしました。その一方で、リンクラッカーの記事が掲載されてから数週間後、中国の大手 IT 系サイトにて、リンクラッカーは実は国立政治大学法学部を卒業し、司法試験を受けるために医大でアルバイトをしている一般的なフリーターであると報じられました。またリンクラッカーとして扱われていた女性も、自身が美女ハッカーだと取り上げられていることを知らず、偶然目を通した新聞に自身の写真と記事が掲載されていたため、すぐに記事の内容を否定したそうです。この騒動は、何者かが一般女性の写真を美女ハッカーだと偽り、デマを拡散したことで社会現象まで引き起こしたのですが、女性が騒動に気づかなければさらに大きな影響を社会に与えていた可能性が高く、ネットの情報を鵜呑みにすることの恐ろしさを世に知らしめた事例となっています。アスベストの雪。この写真は1939年に公開された映画オズの魔法使いにて、主人公のドロシーやその仲間たちが魔女の呪いから目を覚ますシーンになります。ちなみにオズの魔法使いは映画評論家から高い評価を受け、1939年のアカデミー賞では作品賞を含む5部門にノミネートされた上、史上最も多く鑑賞された映画と称されるなど、民衆からも多数の支持を得た作品として知られています。そんな本作ですが、近年ではこの写真のシーンに関して重大な問題点があると有識者から指摘されています。一見美しい雪が降り積もっているように感じられるこのシーンですが、実は人工雪としてアスベストと呼ばれる建築材料や電気製品などに用いられた鉱石が使用されており、後にこのアスベストが人体に有害であると判明したため、演者を危険にさらしているとして批判を受けました。1920年代後半、アメリカのハリウッド映画のセットでは人工雪として綿や塩、小麦粉などが用いられていたものの、消防署に火災の危険性があると指摘されたため、撮影現場では耐久性や耐火性に優れており、安価であるアスベストが代替品として使われるようになります。そしてアスベストはこれまで使用されてきた人工雪の素材よりもはるかに雪の質感を表現できていたため、1930年代には様々な撮影現場で用いられました。ですがアスベストは飛散すると空気中に付着しやすいため、多くの演者やスタッフが撮影中にアスベストを吸入し、肺胞にアスベストが沈着した結果、肺がんや悪性中皮腫を発症するリスクを負うことになりました。ですがアスベスト産業界はアスベストの危険性を認識しつつ、その事実を公表せずに隠蔽したことで、世界中でアスベストによる健康被害が拡大しました。
そのためオズの魔法使いは映像作品としては高い評価を得ているものの、アスベストによる負の歴史を象徴する作品としても知られています。また現在ではアスベストは世界各国で製造、輸入、使用が禁止されているものの、日本にはアスベストを使用した建物が数多く残存しており、2040年代にはこれらの建物を解体した際に生じるアスベストが年間10万トンを超えると予想されるなど、未だに大きな社会問題となっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て写真には裏があると思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと X もやってるので概要欄からフォローお願いします。あと VTuber チャンネルもやってるので概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。賢者タイムということで、VTuber チャンネルの方で質問募っちゃったので答えていきます。やる気出す方法をお願いしますということで、これはですね、ズバリ一旦完全に無になる、これじゃないかなと思います。はい、でこのやる気出す方法ということなんですけど、やる気出ないのはなんでかというと、まず一つに、そのやる気を出したい対象の行動以外の雑念がですね、頭の中にもわもわ浮かびまくってると思うんですよ。他のなんか気になることを考え事してたりとか、なんか悩みがもやもやしてたりとか、まあそのこのやる気を出したい行為以外のことをいろいろ考えてたりとか、まあぐずったりとかね、とかも含めて、そういう余計な思考がすごいね、もやもやしてる状態だから、そもそもやる気で出せないということで、それを一旦リセットしようということで、まあ瞑想みたいなもんですよね、簡単に言うと。なので一旦ですね、もう 無になる、何も考えない時間を作って、雑念を振り払う、もう何も考えないようにしてしばらく時間を置いたら、実際全部なんか雑念がピーッと飛んでって無になれるんですよね。まあこれはちょっと練習も必要だったりすると思うんですけど、で無の状態になれたら、なんかね、すごいフラットに何もかもが考えれるようになるんですよ。本当に今一番やらないといけないことは何なのかっていう正解をがすぐ導き出せて、で導き出せたら、あ、ではやろうっていう、なんかめちゃくちゃシンプルな思考に至れるので、僕はなんかこれかなと思います。まあ結構ありきたりな回答かもしれませんが、まあ参考になったでしょうかということで、はい、ということでした。さよなら。